はい、今日なんですけど、まもなく開催予定のブレイキングダウン9で、新しい企画を、思いついたので、今日は協力してもらう方々に来ていただいてます、じゃあ入っていってください。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今回ブレイキングダウン9でちょっと新しい試みというか、考えていることがあって、僕 YouTube で今まで喧嘩自慢結構やってきたんですけど、全国の喧嘩自慢の地域でどこが一番強いか決定戦やりたいんですよ。ちょっとあれでしょ、今ブレイキングダウンが強い人たちがこうなっちゃってて、趣旨が変わってきたから、つまんねえみたいに、もう一回やろうみたいな。そうです、そうです。技術ないけど気持ちがガンガン来るよ、はい、お前喧嘩しに来てんの？喧嘩しに来てる。一応前のこと言ってんじゃねえぞ、ゴキゴキやろうね。何見てる？かかってこいよ、あいつでも。今回北関東とあと横浜、大阪、福岡、まあ、九州ですね、この4地区で、まあ、トーナメントをやって、まあ、最後の決勝戦を9の大会に持ってこようかなということで。で、今日は皆さんにちょっと探してきてほしいなっていうことで。地雷を。はい。僕の喧嘩自慢の動画みたいな感じで、その地域に行っていただいて、まあ2人1組のペアでちょっと探してきてほしいなっていうことをお願いするために集まっていただきました。集めてスパーリングやらして、そこから選んだ方が面白いです。面白い。動画的に、はい、動画的にも面白いんで。確かに確かに。なんか皆さんが戦ってもらってもいいと思うし、まあ、僕もよくやってたじゃないですか、喧嘩自慢。確かに。頑張ります。結構動画的にも面白くしてほしいんですよね。誰が一番面白くなるのかみたいな、地域的にも。だからなんか2人が、北関東の2人がちょっと話しかけづらいオーラ出てるから、結構喧嘩自慢からして絡みづらいんじゃないかなっていうのがあって。大丈夫ですかね。なんかノッコンさんはね、結構いけそうじゃないですか、うん、そうですね。二人のジョリーも、マンさんもなんか結構いけそうだけど、アウトサイダー君がちょっと声かけられず、かけづらい感じ。なんで苦笑いしてんだよ。本当にもう、声かけ、お前やれよって言われても俺手握れない。あれ？これこの前の試合が折れてる。そいつらとスパーリングすることできないのすげえ嫌だなと思って。なんか僕の中で結構この4つの地域、なんか不良は多いイメージあるんですけど、まあ、九州と大阪ってなんか格闘家も結構出てるじゃないですか、うん、強い選手、うん、横浜と北関東ってあんまりなんかイメージなくて、なんかめっちゃ強い選手、格闘技のプロでってことですけど、あんま見たことなくて、なんか強い選手いるのかなっていうのは、選手というか強い人人はまあ俺何人か、あこいつらいいんじゃねえかなっていうのはありますいますけど、まあ、米軍とかあるもんね。米軍はまた別の話しか変わってない。喧嘩自慢じゃないです。